皆様、今夜も始まりましたチェールズラジオルーム。改めましてこんばんは、チェールです。この番組は皆さんの夜のひとときの癒しになれればと、眠る前の少しの時間ですが、私チェールがトークや歌を皆さんにお届けするラジオ番組になっております。先日ですね、沢野さんたちのお食事会にですねがありまして、お呼ばれをしていただいたんですけれども、2月に出させていただいたライブの出演者の方々やバンドメンバーの方々とわちゃわちゃいろんなお話をしてですね、本当すっごい楽しかったんですっていう自慢をここで冒頭でさせていただきます私とねラグちゃんが関西人だから、2人でケラ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 喋って、でみんな一緒に笑って、ほんと涙出るくらい笑ったりして、ほんとすっごく楽しかったんですよっていう自慢ですほんとそれで終わりねで、さあ皆様からいただいたメッセージを読ませていただきますね。ツイッターネームケンさん、明日はチェラジ、そしてライトインザダークまでもう少しワクワクですね。ありがとうございます。そうなんです、3月4日土曜日、もうほんと今週の土曜日、神田スクエアホールで私の3回目のワンマンライブ、ライトインザダークが行われます。もうほんといくつ寝るとすぎるし、もうすぐすぎるね。めちゃくちゃ楽しみで仕方がないんですけれども、着々と準備も進めて最高に整ってきておりますので、まだ迷っている方がいらっしゃいましたら、ぜひ来てほしいです。現在チケットは発売中なので、ぜひよろしくお願いいたします。でですね、また一つ、当日のスペシャル企画が決まりました。昨日公開された、リアルサウンドさんのインタビューの時に、ライターさんとお話ししてて、インタビューは読んでくださいましたでしょうか？私の初めてのインタビューですごくドキドキしたんですけれども、ライターさんが私のファーストセカンドからずっとライブを見に来てくださってる方で、で曲も本当めちゃくちゃ深くまで聴いてくださってる方だったので、本当いろんなことを深く話すことができて、で今回のアルバムについて、曲について、私の思いについてたくさんお話しさせていただいたので、インタビューというのがとても新鮮で、そして何よりもねとても幸せでした。作った曲についてお話しできる機会ってそうそうないので、本当にありがたいお話でした。まだ読まれてない方はぜひ読んでみてほしいです。そしてですね、インタビューの時にねライターさんとお話ししてたんですけど、ジャケットの絵がとても素晴らしいので大きい絵で見たいですよねっていう話になって、なんと大きいパネルを作ることにしました。わら、大きめのパネルにしてライブ会場で掲出したいと思いますので、皆さん写真とか撮ってくれると嬉しいです。撮った写真をですね SNS でライトインザダークのハッシュタグとともに載せてくれたら、後で私は絶対に見ます。すごくニヤニヤすると思います。そしてですね、グッズと CD 購入者の方対象に抽選会を行います。グッズ CD 合計5000円以上お買い上げくださった方に抽選券をお渡しさせていただきまして、ライブ終了後に当選番号を貼り出します。抽選商品は A 賞サイン入りライトインザダークパネル、さっき言ったでっかいやつね、これは1名様限定です。私欲しいな、B 賞サイン入りアンドビヨンドのエコバッグ2名様、これは私も日頃使っているものです。C 賞チェールステッカーセット3名様、羽の生えたチェールのロゴがあるんですけれども、そちらのステッカーを4周ステッカーのセットを3名様
にプレゼントいたします。それとですね、あの皆さんツイッターで聞いてくださってたんですけど、あの当日のグッズの先行販売が決まりました。16時30分から会場になりますが、その前15時から16時の時間で先行販売を実施いたします。15時から16時ね。なのでグッズの中には数量限定のキャンドルが数量限定のグッズもあったりとか、まあ、キャンドルなんですけどあるので、お早めに受け取っていただければと思います。で、まあ、いろんな、当日ね、会場で CD もどこよりも先に販売するんですけども、そちらもですね、会場で購入していただいた方にはジェールのサイン色紙がつきますので、そういうのももろもろ準備を進めている今日この頃です。ぜひぜひ当日楽しみにしていますので、会いに来てくれると嬉しいです。さあ、ここからはコーナートーク行ってみたいと思います。 JA ラジでは私のトークやみんなからのリクエストに月間テーマを設けて放送しております。3月のトークテーマは卒業。今まで人生で学校、職場、何でも卒業というのはあったと思います。卒業にまつわるエピソード、思い出、印象に残っている卒業式、先生が言ったあんな言葉、卒業ライブなんてのもあるよね。そしてリクエストテーマも卒業にまつわる曲になります。いただいたメッセージ、ツイッターネーム佐藤さん、3月のテーマ卒業。卒業式で流したい曲で尾崎豊の卒業と言ったら却下まあだよね、そんなエピソードしかない、覚えてないっていうことなんですけど、改めて聞いてみたんですけど、それはダメですね。すごくね、響く歌詞だし、熱い思いがいっぱい詰まった曲なのはわかるんだけど、卒業式で流すには、それを聞いている先生たちと保護者の方々のがどんな顔をしていたらいいのかわかんなくなりそうだなって思うから、いい歌なんだけどね。佐藤さんわかるよ。続いてコカ・コーラーさん、感動的な卒業エピソードではないのですが、最近ついにタバコを卒業しました。冷静に考えてお金がもったいないということが理由で、年明けから禁煙してもう3月なので、これは卒業と言っていいのではないでしょうか。チェールさん褒めてください。リクエスト曲は小袋の桜をお願いします。コカ・コーラさん、ひとまずタバコの卒業本当におめでとうございます。すごく偉いです。で、まあ、おそらくなんですけれども、お名前から想像するにコカ・コーラもお好きなんではないでしょうか。次はコーラも減らしてみようかっていうのはやりすぎでしょうかリスナーの皆さんにも、まあ、私自身もそうなんですけど、私と関わってくださるみんなにはずっとやっぱ健康でいてほしいって思うんだよね。やっぱりなんで私もだけど、みんなに素敵に時間を重ねて行きたい、行ってほしいし、行きたいから、タバコからの卒業は本当に本当に心からおめでとうございます。で、小袋さんの桜をリクエストしてくださったんですけど、これは本当に名曲ですよね。桜の、やばい、またなんだっけ桜の花びら散るたびに、がいい曲ですよね。いい曲なのにちょっと忘れてしまいました。申し訳ない。そうそう、今日のリクエストなんですけども、前回もちょっと言ったんですけど、ライブに向けて私の曲を歌わせていただきたいなと思っていますので、今までいただいたリクエスト、卒業に関するリクエストも次回からは候補に入れて歌わせていただきたいなって思っているので、ここからじゃんじゃん卒業にまつわるエピソードとリクエスト送ってください。で、今までチェラジではやっていない曲の中から今日はカラフルをお届けいたします。カラフルを聴いてライブまでテンションをぶち上げてきてほしいです。それではアコースティックバージョンでカラフル。I love you。君からスタートする笑
私に手を振った Goodbye now all my friends Yeah, yeah、Ooh. この世界はいつも正直じゃないゼロになる瞬間が来るから君のままでいいんだ僕はそばで見てるよずっと優しい歌に乗せて Play your music 冷めたコーヒーに見つける泣き顔にたまには涙のみも悪くないよ悪くないに生きる僕ら無駄じゃない難しい話はやめてただ恋をしてみようよ君は笑顔が綺麗だそこに意味なんてのはいらないんだ君のままがいいんだ僕は明日を願うよずっとSo keep telling 君だけのストーリーこのままのペースでどこまでも行ける止まれない You know for you 自由だ上品だなんていられない落ち着いた気持ちにありがとうございました。いかがだったでしょうか。今週も早いものでお別れのお時間になりました。Jラジでは私のトークやみんなからのリクエストに月間テーマを設けて放送しております。3月のトークテーマは卒業。今まで人生で学校、職場、何でも卒業というのはあったと思います。卒業にまつわるエピソード、思い出、印象に残っている卒業式、先生が言ったあんな言葉、卒業ライブなんてのもあるよね。そしてリクエストテーマも高校卒業にまつわる曲にしたいと思います。これはすごくたくさんあるのでワクワクしております。洋楽邦楽問わず募集します。また私に聞いてみたいことがあったらどんなことでもいいのでメッセージください。テーマトーク楽曲リクエスト私に聞いてみたいことどれもツイッターにハッシュタグジェラジカタカナでジェラジをつけてツイート、またはメールでジェララジオ @gmail.com TIELLERADIO@gmail.com までお送りください。このチェールズラジオルームを通してみんなと触れ合ってつながってたくさんコミュニケーションをとって大きな輪にしていけたらいいなと思っています。
それでは最後に3月22日ミニアルバムライトインザダーク発売です。そして今週土曜日、いよいよ3月4日神田スクエアホールで私の3回目のワンマンライブライトインザダークが開催いたします。まだ間に合いますので、ぜひ皆さんお越しください。次のJラジではもうライブの後の感想っていうか、ライブの後になると思うので、本当にね、ワクワクドキドキしています。なのでぜひいろんな人と一緒に聴いてほしいなって思っています。よろしくね。会える、当日会える人、アピールしてくださいどんなアピールか分かんないんだけど、手振ってくれたりとか、全然声出してもいいので。あと、歌える曲は一緒に歌ってね。Cry とか、Cry の I cry, you cry, we cry とか、そういうところ全然歌ってくれていいので、楽しみにしています。それでは、明日があなたにとっても、私にとっても、いい日になりますように、おやすみなさい。